たちはワイルドカードガイズです。僕たちは日本から来ました、ソウソウとカジです。よろしくお願いします。 What first got you into beatboxing and what made you keep doing it?、ビートボックスに出会ったきっかけ、最初のきっかけは何ですか、またそれを続けている理由は何かありますか。ビートボックスを始めた理由は、まあ、お互い YouTube なんですけど、うん、続けている理由は、まあ、楽しい、うん、楽しいなって、楽しいなっていう、楽しい、なんかこうすごく楽しいから。あと話変わるんですけど、楽しい、楽しいです、楽しいからやってます、楽しいからやってます。いや、楽しい、楽しいからやってます。 OK, let's go. How did you start working together as a team? チームとして、あの今活動されているのはどういったところからスタートされたんですか。GBB2021 のワイルドカードがきっかけです。と、ノリです。What made you want to start competing as a professional level and what makes you want to compete especially at GBB? プロのレベルで戦いたいと思ったきっかけは何かありますか。また GBB21 において特に戦いたいと思っている、そういう理由とか思いとか何かありますか。もともとソウソウさんが、GBB の2019年で大活躍してたのを見て、それでまあ2021年タクのワイルドカードの募集もかかったけど、タク何かやろうかなと思ったら、もうもともと実力はかなり担保されてるソウソウさんとのタクやったので、かなり安心してやってました。What is the best part of competing at the GBB for you? 君たちにとって GBB で戦うっていうところはどのような部分が一番大きいとか思っている部分でいいところですか。まあ、その質の高い、そし質の高い 大人数の観客、質の高い大人数の観客の前でビートボックスを披露できるのが醍醐味かなと思います。In your eyes, does the GBB help you in any way with your beatbox career? If so, how? ビートボックスのキャリアがこれからどんどん続いていくと思うんですけど、この GBB はあなたたちにとってどのような働きかけをプラスでしてくれますか。かなり異質なタッグがこう注目されるいい機会なのかなと思います。今までこう結構タッグって何かこう綺麗なコンボだったり、こうかなりなんだろうな、王道を攻めたタッグがすごい多いイメージだったので、今回僕たちのタッグがもし予選とか上がったりしたら、結構異質な感じになるかなと思います。 How did you prepare as a tag team especially for this competition this year and for how long? この GBB に向けて特にどういった練習を準備をされてきましたか。どれぐらいの期間とか、まあ、約1ヶ月間気持ち悪い音を探し続けました。でソウソウさんが4部門も出るので、ソロループとか他の部門をやってる合間に こんな音、こんな曲見つけて、こんな気持ち悪い音出てきたから、これやってみましょうよって言って、それでできたら、あ、完成って言って、そのままネタにこぎつける感じでやってきました。 As a beatbox performer, what do you normally do to impress a crowd when you perform? ビートボックスのパフォーマーとして、まあ、オーディエンスの前でパフォーマンスするときにどういうインプレッションを与えれるかっていうのを考えてますか。引かせたいですね、まあ、そうですね、まあ、気持ち悪いって思われたら勝ちです。 Does this change for you when you are performing at GBB? GBB でもその思いは変わらないですか。変わらないですね。とりあえずとにかく引かせたいです。恐怖体験をしたせたいです。Has a tag team of those your teammates help you while practicing and do you enjoy practicing more together or in solo? 今チームとして、まあ、練習とかいろいろしてると思うけど、チームメイトとしてお互いに助け合える部分とかあると思うんですけども、一人で練習している方かタッグで練習している方かどっちの方がいいですか、楽しみますか。今年に関しては一人で、僕が一人で考える方がネタが早く進んだなというイメージがあります。一人は大変です、What is your number one tip to all the beatboxers out there when it comes to putting on a good show? パフォーマンスをするために他のビートボクサーたちにできるアドバイスとか何かあれば。楽しめ、楽しめ。
Besides the GBB stage and in front of beatboxer, where else would you like to perform? GBB 以外にこういうステージとかパフォーマンスできる場所があれば、まあどういったところでパフォーマンスしたいと将来思っていますか？ワイルドカードガイズにもし出てくれって依頼があったらサルカニを呼びますね。でもこの2人だけでライブをすることはではないと思います。今後ありえないです。ビートボックスバトル、他のビートボックスバトルぐらいでしかないと思います。ハスキー同様。Where do you see beatboxing going in the next couple of years? 2、3年後ビートボックス業界はどういう感じに成長している？最強になるんじゃないかなと思いますね。まあ、日本がちょっと昨日も言ったんですけど、日本も結構今ビートボックス界隈が結構成長してきてるなと思うので、だからこう日本のこうガラパゴス化されたこうシーンというか文化みたいなのを世界に伝えることで、もっとビートボックスの幅が広がるんじゃないかなと思います。まあ、最強です。最強です。 Now some rapid question、Who is your favorite beatboxer? そのビートボックサーで誰が一番もう全部で、でもこの every beatboxer、ソロ、every solo beatboxer in GBB 21? In general, in the world war. Vartan from Russia. Who is your favorite beatboxer as a tag team? Tag team. Jackpot, Lofu. Which tag team would you like the most to battle at GBB? GBB によってどのタッグチームとバトルしたい？ロフ、ハスキー、ジャックポート、お兄ちゃん、Only one tag team you choose to battle that you want to battle。 ジャックポット。 And who would you really don't want to battle at GBB? Tag team category? Tag team category。 ブルーマウンテン。ログウェーブ、ログウェーブ、なんかこうあまりにもスタイルが違いすぎて、こう比較対象にすらならない、なんかこう僕らがよそ者みたいな感じになってしまうから嫌ですね。ログウェーブとかブルーマウンテンは、What is your favorite kind genre of music that you do together as a tag team that you like to do as a tag team? ドラムベース、ドラムベースとか、Favorite music jam? Together as a tag team that you really like to do. 2人でおるときは、まあ、ドラムとか、まあ、トラップ Drum and bass or trap? Only one. Drum and bass. Drum and bass. Okay. Favorite food? Food? カニ味噌。カニ味噌。牛乳。あ、めっちゃわかる。めっちゃわかる。So last question, where people should follow you as a tag team and solo on the social media and internet? そうそう、カジで、カジ、そうそうそう、カジで、ワイルドカードガイズのインスタはハスキー同様ないので、サルカニをフォローしてください。インスタグラム。 Please follow サルカニビートボックス。インスタグラム、Twitter、YouTube、TikTok とか、まあ、Facebook とかかな。オフィシャル LINE おさるクラブ。おさるクラブ、 LINE おさるクラブがあります。それも登録してみてください。 Please follow us。 結構面白いですよ。ありがとう。ありがとう。 Thank you for watching this video and please follow SoSo Looper Kaji and Sarukari Beatbox. Hope to see you again.